はい、いつもありがとうございます。教科書ナビゲーターのマグリューです。よくね、企業独立するときにアイデアがないっていう人って割といて、何していいか分かりませんっていう。で、僕たちはね、言葉を定義づけする仕事っていうのをしてるんですけど、うちではね、アイデアってきっかけなんだと。だから、そのきっかけアイデアを作る人もいればね、そのアイデアをもらう人もいるし、そのアイデアきっかけに気づかない人もいれば、まあ、なんか気づいてもスルーしちゃう人もいるし、で、まあそこからね、まあ、消化させてというか、つまり仮説なんだからさと。で、まあ学びのサイクルに今行くわけなんですけど、例えばこれ、一時期ね、メディアで話題になったよね、お嬢様聖水。これさ、絶対狙ってるよな。例えばね、マグロさんこれ何ですかって今初めて知りましたっていう人は、これはもう世の中に出てる商品だからさ、まあ、限定販売されて、地区が、限定で販売されてるものなんて知らない方もいるかもしれないけど、でも、企業独立ね、しようと思った時に、まあ、一つきっかけをまあ知らないというか、失ってるわけですよね。アイデアの定義という理論が僕は大好きなんですよ。既存のものと既存のものを組み合わせて生まれたものが新しいアイデアなんだっていう。つまり、そのきっかけときっかけが 組み合わさってね、新しく生まれたものっていうのが、つまり、まあ、アイディア、きっかけなわけですよね。何かと人とか、人と人でもいいんだけど、何かと何かでもいいんだけど、昨日ご紹介したね、まあ、これだってそうだし、例えば、最近もう本当に流行ってるよね、方眼ノート。もうこれはさ、ちょっと方眼ノートの高級版で、まあ、こんな感じになってるんだけど、実を言うと、10年前にから僕も、レパートパッドっていうのを作っていて、セミナーのね、スクールとか合宿参加者にもプレゼントしてるんですけど、はい、青だぜ、方眼だぜ、で、なんかよくある会社のなんか樹脂とかそういうのも一切入ってない、結構ね、喜ばれて重宝されてますけど。あとこれね、もう50冊ぐらいしかないから もう早い者勝ちみたいな感じになってますけど、例えばこれもね、当時はまだ広告イベント業界ぐらいしかこういうやつ使ってなかったんですよ。で、今でこそ市販でね、こういう方眼紙とか方眼紙を使ってるやつ頭がいいとかみたいな本とかも出てるし、発売されてたんだけど、僕それがすごく不便だなと思ったの。っていうのは、すごく使いやすかったんだよね。普通の財前だったり博士じゃなくて、それもきっかけだよね。たまたまある、お世話になってた会社が、そういうレポートパッドを独自で作っていて、こういうやつを作っていて、だけどやっぱりそれはまあ会社のものだから、住所だったり電話番号だったり、まあ、いろいろ入っていて、でもそれだと使いにくいよな、まあ、もらっても嬉しくねえよなと思って作ったんですけど、このね、夏までに、まあ、このね、僕たちがずっと使ってたこのレポートパッドも終わっちゃいますんで、新しいシリーズの、まあ、レポートパッドというかノートというかをね、リリースすることにしました。はい。次のもいいよ。今、まあ、構想っていうかさ、本当に、まだ、ラフスケッチレベルなんだけどね。だから、そんなに難しく考える必要性、本当全くなくて、僕たちの日常周りにはね、いろんなきっかけ、オファーがたくさん溢れてますから、ちょっと頭も柔らかく、はい、心も柔らかく、体も柔らかくみたいなノリで はい。1時からセミナーですけど、休暇してワンデー集中スクールですよね。また6月も、1日だけですけど予定されてますんで、ぜひまたね、動画見てくれてる方は、生曲がりを見に来てください。それではまた、いつもありがとう。